フォードフィエスタ。フォードフィエスタは、フォードが生産する B セグメントに属するハッチバック型の小型乗用車である。2018年4月、フォードはハッチバックなどの車種を整理することを表明しており、北米市場向けフィエスタの次期モデルは開発されない見込み。1976年、ヨーロッパで成長の著しかった小型ハッチバック市場に向けて発売された。 1959年に開発されたイギリスフォードのケントエンジンをベースとして大幅に改良されたオフ1.0リットル、1.1リットルエンジンを横置きに搭載し、駆動方式は FF であった。サンドアのボディはフォードが参加に収めていたイタリアのデザイン開発会社であるカロッツェリアギアが軽に協力したとされる。 1977年には1.3リットルモデルが追加され、同じ時期にヨーロッパだけでなく、日本でもフォートレーザーが登場する1982年まで輸入されていたほか、放規に沿った変更を受けて、北米でも販売された。1983年にフェンスリフトを伴うマイナーチェンジで MKE となる。これにより、車両外観の印象は大きく変化した。 1989年、フルモデルチェンジで新世代の MKE となり、5ドアモデルも設定された。1995年、フェースリフトを実施し、MK4 となる。この期間のモデルは、マツダとの提携関係上、日本市場には導入されなかったが、ヨーロッパでは、オートザムレビューの後継モデルとして、マツダから121の名でも販売され、カヤ・プーマの原型ともなった。 2002年、フルモデルチェンジを実施した。マツダとのコンパクトカー向けヘプラットフォーム統合の流れから、マツダでミオと共通の大プラットフォームが採用された。操縦、動力性能から人間工学面に基づいた快適性追求の成果は、上位モデルのフォードフォーカス譲りのものである。ボディタイプは三、5ドアで、エンジンはガソリン1.3リットル、1.6リットル、 ディーゼル1.4リットルターボがラインナップされるが、日本に導入されるモデルは5ドアのガソリン1.6リットル、4AT 仕様のみとなる。2004年、ベーシックな GLX と上級ナグアが輸入された。2005年11月、マイナーチェンジに合わせて2.0リットルで 150PS を発生するエンジンにも MT を組み合わせた3、ドアのホットハッチで IST が追加された。 2007年9月、フランクフルトモーターショーで、フォードバーブという名称のコンセプトモデルとして発表、翌2008年にフルモデルチェンジが行われた。B セグメントに属するフォードの世界戦略者で世界の約140カ国で販売されており、ヨーロッパでは、フォルクスワーゲンポロやプジョー208などを抑えて、ベストセラーモデルとなっている。日本では、販売拠点の少なさや為替の影響、 戦略上の判断などにより、販売台数が他の海外メーカーに比べて少ないため認知度では不利となっているが、2014年2月の日本最上陸に当たり、イギリスに比べてほぼ同仕様の価格が大幅に割安な設定とされた。日本仕様はドイツのケルン工場で生産されている。車幅は 1720mm で5ナンバーの 上限である 1700mm をわずかに上回る。ため日本では3ナンバー登録となるが、視界が良好で車両間隔もつかみやすく、日本車の5ナンバー車と変わらない運転間隔となっており、最小回転半径も5 0メートルと、他メーカーの B セグメントかつ近いサイズのタイヤを装着する主な車種の中では、比較的小さい数値である。なお、タイヤは、 最上陸時点で195、45R16 のハンコックベンテスエボを装着する。JC08 モード燃費は 17.7kmL で PHP を適用して輸入されるため、エコカー減税は適用されない。アイドリングストップシステムは MT 車の未装備。コンパクトなボディサイズ、ラインナップ中の最小エンジンは1.0リットルという、小排気量ながら、 高出力と低使用排出量など環境性能を両立、豊富な安全装備快適装備を備える本社は、結果として、セグメントの枠を超えた、日本における小型車の黒船とも言われるほどの高い商品力を持つことになった。エクステリアは、躍動的なキネティックデザインを進化させ、新世代の世界共通デザインテーマ、ニューグローバルデザインランゲージが用いられており、 ボンネットからフロントガラス、ルーフまで段差がない一筆書きのようなワンモーションフォルムで特に MK バイのフロントマスクはアストン・マーティンを思わせるものとなっている。高級感があり樹脂も質感が高い。フロントシートは質感とホールド性の向上に関わりリアシートのクッションはフロントより柔らかめとなっている。 ステアリングのチルトテレスコピック機構とシートリフターを備えるため、ドライバーに合わせて最適なドライビングポジションを取ることが可能となっている。頭上空間、後席ともに余裕があり、すべてのシートにヘッドレストが装備される。過失の容量は5人乗車時で276リットル、下等式のリアシートを倒すと最大で960リットルとなる。搭載される。 スペアタイヤは175、65R14。ソニー製8スピーカープレミアムサウンドシステムのほか、ダッシュボードの中央部分に装備される4.2インチのモニターは、バックの際にシフトレバーを R に入れると、ハッチゲートの内蔵カメラで、車両後方の映像を映すリアビューモニターに切り替わる。日本仕様では障害物を警告音で知らせるリバースセンシングバックソナーも、 標準装備する。エンジンのラインナップは、ガソリンが直列3気筒の1.0リットル、1.0リットルターボ、直列4気筒の1.25リットル、1.6リットル、1.6リットルターボ、ディーゼルが直列4気筒の1.5リットル、1.6リットル、特に2014年に追加された直噴ターボ、可変バルブ機構を持つ。 新世代の1.0リットル3気筒ターボ e コブストは、イギリスで開発が行われ、ドイツで生産されるフォードで最も小型のエンジン、インターナショナルエンジンオブザイヤーを2012年、2013年と2年連続で受賞しており、ダウンサイジングの最先端を走りながら、実用燃費の良さとターボによる力強さを兼ね備えていることなどが評価されている。 シリンダーブロックを、あえてアルミ製ではなく中鉄製として、機筒間距離を狭め、暖気時間を大幅に短縮した。フリクションロスの影響やコストの増加を、機雷バランサーシャフトは持たないが、一部の動的パーツを、あえてアンバランスとし、エンジン全体のバランスを取ることで不快な振動を解消するという方法が取られた。CO 排出量9 9ム。 キロメートルの環境性能を持ちながら、最高出力は 125PS、6000rpm。最大トルクは、一般的なガソリン1.6リットルから1.8リットル並みの 17.3kgm、1400から 4000rpm で発生する。シリンダーボアとピストンストロークは 71.9mm、81.9mm という、 ロングストロークでヨーロッパで主流となっているディーゼルエンジンの技術を導入し、低換性のターボチャージャーを採用、低回転から高トルクを発生するため扱いやすい特性となっている。トランスミッションは5、6速 MT のほか、ゲトラグ製のパワーシフトと呼ばれる6速、DCT の3種類。DCT の通常モードでは燃料消費を抑えるため早めにシフトアップするが、 S, S モードではニアを積極的に選択するため、スポーツ走行や山道などでは有効となる。マニュアルモードはシフトレバーについているスイッチ、サムシフトで行うが、スイッチを押してからエンジンの回転数とクラッチのつなぎを同調させるため、若干のタイムラグは発生する。なお、シフトダウンはエンジン回転数が 3000rpm 以下に落ちなければ動作しない。 アクティブニブルコントロールは荒れた路面でステアリングに伝わる振動をセンサーで感知して打ち消す制御を行うもので特に長時間ドライブでの疲労軽減効果が期待されるエアバッグは前席以外にサイドエアバッグ、ニーエアバッグ、カーテンエアバッグなどが標準装備で事故時の被害軽減が図られているほかすでにフォーカスにも採用されている低速時自動ブレーキシステムの アクティブ式ストップが標準で装備される。その他、コーナリング時の状況をセンサーで常時検知しながら ABS と e s c を合わせて制御し、コントロールを失いそうだと判断した場合は適切なホイールにブレーキをかけつつ、エンジン出力を制御して横滑りやスピンを回避するフォード独自のアドバンストラックを装備する。2010年。 ダウンサイジングが進む北米での販売開始と同時に4ドアセダンが追加。2011年、タイで販売開始。2012年、マイナーチェンジで MK 倍となり、エクステリアやインテリア、エンジンなど大幅な変更が施された。2014年2月1日、日本では約6年ぶりとなる販売が開始された。日本仕様は1.0リットル直列3気筒ターボ。 コブスストプラ 6AT のモノグレードとなる。2016年、フォード日本市場撤退に伴い、日本国内での販売は終了した。2016年11月に発表され、翌2017年フルモデルチェンジが行われた。2018年、ホットハッチの ST、クロスオーバーのアクティブ、商用車の VAN が追加された。2代目の派生車種であるプーマが、 WRC のスーパー1600選手権に代表される若手やプライベーターのベース車両として支持を集めていたことから後継として3代目をベースにした車両が作られた。すでにフォーカス WRC で実績を残していたワークスチームの M スポーツによりフォーカス WRC で用いられた技術を引き継いだ車両は大きな期待を受けたが 戦闘力不足やトラブル多発などにより JWRC では半年も経たないうちに姿を消してしまった。その後ラリー初心者向きに登場した R2 規定が登場。JWRC が改名した WRC アカデミーではグループ R2 のフィエスタ RSR2 が規定車両として指定されている。JWRC に戻った後の2014から2016年は シトロン d s 3にとって変わられたが、2017年からは、再びフィエスタが採用されている。4代目をベースとした WR カーは、S2000 企画をもとに開発された。2010年スーパー2000が、主役のアークにテストを兼ねて、開幕戦のモンテカルロで、ミッコヒルボネンが優勝を飾っている。その後、WRC の2011年以降の規格が、決定され、 これに合わせる形で、フィエスター RSWRC として、完成、2011年の WRC 開幕戦となったスウェーデンで優勝を飾っている。また、フィエスター RSWRC をベースとして、ターボ用、リストリクター小道を 33mm、30mm とし、リアウィングもパーティカルフィンがないシンプルな形状にした、純粋なスーパー2000規定。 f i e ス RSRRC も開発され、SWRC や ARC、A c などで使用された。2013年以降は、フォードのワークス活動は休止したが、M スポーツは、WRCR5R R にすべてで Fiesta を開発し続け、2017年に、セバスチャン・オジェの加入もあってドライバーズ、マニファクチュラーズタイトルの2巻を獲得している。 またトヨタの育成プログラムを担う富間記念、レーシングでもフィエスタが採用されており、2018年、第2戦ラリースウェーデンでは勝田た木本が WR2 で日本人初優勝を挙げている。フィエスタは世界中のプライベーターに高い人気を誇り、R5R2 は合わせて年間100台以上を売り上げ、M スポーツの WRC 活動の貴重な資金源となっている。 他の競技では、パイクスピークヒルクライムや、ラリークロスでも活躍しており、グローバルラリークロスでは4連覇を達成している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。